路面電車みたいやな。洋服の青山まで戻ってきましたけどね。真逆でしたね。今の道をね、さっきのところね、左や。なんならこの大通り渡ったらあかんかったんや。北大路通りより南側なんや。一乗寺ってなっとるから、あれもそっか、町名はこの辺りも一乗寺なんや、全部。やられたで。何が、こっていいの神様か、ビッチビートルや。見てみろ。このありさまを。あ、でも何はともあれ。見えた。これ、渡らずに、普通に一つ南の筋を、普通に歩いとれば、よかっただけだったんだ。やっちゃってるね。ああ、でも、汗をかけばかくほど、こってりは美味しくなりますからね。よし。楽しみだ。うん。よし。こってり、こってり、こってり。帰りは、しばすで帰ろう。こってり、こってり。いや、問題はこの時間からその24時間発動させるかっすね。明日のこと考えると、まだこの時間からやと、昼過ぎから絶対バリバリ使うはずですから、見えたー、これかー、おー、やってこう。ラーメンだってチャーハンよりもライス派で、ね、シューライス派と言ってましたけど、でパブナーでも音があるのすごいな、みんな進んでやってますから、すごいよ、やっぱわかりました、フラッシュ僕かもしれませんけど、なんか気になりますぐらいこれはね、やはり気をつけて出口なら一度が来たというのは、ね、ここから帰るというのもあるかもしれない、ね、いやさあちょっと見つめたけど、こっちから見てこっちから見てたらいいみたいなね、あちなみに私、町なしで入れて、車はちょっと止めてきましたけど、もう出た時には大丈夫ですけどね。で、奥行くと、なぜ、別の連絡が消えましたか。いやー、よかった。今ね、かなり最初に発注ですよ。今の場合はかなり発注ですからね。気分で、このまま出間違いない分は焼いてますよ。こっちの方から抜けて、あ、ライトがあるんや。こっちの方から抜ければいいみたいなんで。まあ、ちょっと回すなら、生産電池車の一乗寺かな。あ、一乗寺じゃない。出間違いないんだ。あっちから戻ってすぐか。その農家のやつが、どこだったっけ、
すげえ懐かしい、昔の産業のマークだ。うわ、今はパナソニックにねなりましたけどね。へえ、こんなところにもラーメン屋さんがある、すげえな。でもうまそうだね。待って、いやこれちょっと押さえとこう。まあ一乗しの外れですもんね。よし、田中西なんだっけ、どっかに書いてあったんだろう、わかんない。西高原。こっちの方だと、まあ、京都の中心部よりはだいぶ安くなるとはいえ、24時間700円ですもんね。四日市の、JR 四日市駅のあたりと変わらんもんな。お、めっちゃ工事やっとる。あ、やべ、電車か。いや。シェルの懐かしい。これあれか、これ南に来すぎたか、あ加速をしたな。そうやな。南に行き過ぎとんのか。こ、行き過ぎとんのこれ。そっちや。あ、でも、そっか。永山電車はあれか。チャージが。途中駅のとこはチャージできるところがないんで、それ考えるとさっきのセブンイレブンを押さえとくのもありかもしれんな。おう、グランマ行くか。まあ次は1あっちですからね、反対側ですからね。よし、乗ってきましょう。